はい、皆さんこんにちは、デフです。今回は放置少女副章解説オークニング氏やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、今回のアップデートでですね、新 MR オークニング氏が実装されましたので、早速見ていきましょう。まあ正月キャラっていうところでね、まず弱いキャラは来ないんじゃないかなと。まあただね、腰に刀が刺さってて、まあ武将っぽいよねって昨日お話しさせてもらったんですけど、まあ武将はね、ちょっともう頭打ち、伸びしろがね、頭打ちなところがあるので、まあ利子は超えてこないんじゃないかなっていうお話はしました。果たしてそれがどうなるか早速確認していきましょう。大国主は武将で和の陣営となっていますね。そして専属武器、新鋭セットを見ていきます。大国主専属ステータス、会心値がレベル ×280、 攻撃力が 19%、 体力値がレベル ×260 となっています。パッシブ全部出しておきましょう。まあ、今回も長めのパッシブがありますね。そして、パッシブスキル、解放順とは違いますが上から順番に見ていきます。 HP 上限が 60% ですね。これしかないよね。 HP が 60%、 ここちょっともったいないなって気がします。他になんかあっても良さそうなのになって感じがしますね。ただこの HP 上限の数値が、まあ、2% ぐらいいつもより高いかなって、そんな感じしますね。で、自身筋力値 ×2 の敏捷ダメージを減少させる神髄共鳴スキルついています。ここ敏捷カットですね。そして、2番目が筋力値レベル ×360、 防御貫通がレベル ×15、 これはいいですね。筋力値マックス数字、防御貫通もマックス数字となっています。そして神髄共鳴スキル、自身筋力値 ×3 の攻撃力ダメージを減少させますということで、こっちは攻撃力ダメージカットになります。そして3番目、攻撃力が 56%、物理防御貫通が1000となってます。ここは数字ですね、1000となってます。そしてこの長いパッシブなんですが、出陣時5ターンの間自身が神経状態になり、受けるダメージが 50% 減少、物理会心ダメージが 5% かける神経の残りターン数増加、会心攻撃が発生するたびに神経のターン数プラス1、敵を撃破するたびに神経の残りターン数、神経のターン数プラス2かな。で、最大10ターンまで増えますと。で、自身が致命傷を受けたとき、神経の残りターン数の半分を消費し、致命ダメージを無視、致命ダメージ無視ついてます。自身の異常状態をすべて解除し、100% の確率で残る HP パーセンテージが最も高いかつ最大 HP が自身より低い敵の有益状態あるいは生後状態を N つ、これ N っていうのはね、アルファベットの N ですね。N つ解除。で、N イコール神経の残りターン数となります。で、自身の残り HP パーセンテージがその敵より低い場合、その敵と残り HP パーセンテージを残り HP パーセンテージを交換すると、まあ、HP 交換が入ってる、まあ、これ面白い試みかなと思います。このスキルは3回まで発動可能ということで、致命傷回避3回までとなってますね。で、いいのが致命傷回避なので、この神経自体は消えないっていうところですよね。まあ、これがいいかな。ただ単数は減りますよということになってます。でね、ちょっと心配なのが受けるダメージが 50% 減少なんですよね。まあ、この減少値がちょっと少ないかなと思ったりします。50% なんでね、武将って言えばね、やっぱ 75% とか 90% とかちょっと高めの数字を想像しがちなんですが、大国主の場合は 50% というところになります。で、その代わり物理会心ダメージも 5× 神経の残り単数増加しますよということですね。で、会心攻撃発生するために単数プラス1で、撃破するために単数プラス2っていうのも、まあいいかな。単数増えるところはいいのかなと思います。で、最大物理会心ダメージ 50% 伸びるってことですね。最小5かな。で、受けるダメージに関しては別に単数増減することによってのカット値は変わりませんよということになってます。そして、致命傷を受けたときはターン数の半分を消費して致命ダメージを無視しますと。で、復活した後になる、致命ダメージ無視した後になるので、まあ、その時のターン数によって、有益状態あるいは生後状態を解除する数が決まってくると。で、3回発動できると。あとはね、その敵とですね、残り HP パーセンテージを交換できるっていうところですね。まあ、これ面白いかなと思います。自分の残り HP パーセンテージがその敵より低い場合っていう条件がありますけどね、その敵と残り HP パーセンテージを交換できるっていうところで、まあ、一気に敵は HP が低くなるっていうことですからね、まあ、これはなかなか面白い試みかなと思います。ただうまく作用するかどうかはわからないっていうところですね。まあ、今回復スキルがね、やっぱ強い
復唱、回復スキルというか、まあ、回復方法というのかな、まあ、クリティカルが出た時点での回復っていうのが今一番強いので、まあ、そこで一気に回復されたら結局意味はないんですよね。まあ、そこがどうなるかっていうところにもなります。まあ、ただ送り主自体の HP も、ね、相手の HP が多ければその分回復するのでっていうところで、まあ、面白い試みではあるかな。まあ、これが、ね、どう作用するかっていうのはこれからみんなが使ってみてっていうところになるのかなと思います。お城とかでも面白いですよね。うん、はい、ということで、まあ、パッシブスキルはまあまあ悪くはないかなといった感じ。致命傷ダメージカット、両方ついてますと。致命傷回避プラスダメージカットね。ただ一個懸念材料がダメージカットの数字がちょっとなっていうところですね。 50% っていうところがやや不安材料かなと思います。そしてアクティブスキルですね。残り HP パーセンテージが最も低い敵を7回集中攻撃する、7回集中攻撃、連撃攻撃ですね。で、残り HP パーセンテージが最も低い敵を狙う HP サーチ攻撃です。で、毎回 660%、これ 660% って何なんでしょうね。なんか中途半端だなと思うんですけども、700% でいいんじゃないかなって思ったりするんですが、しかもちょい低めっていうね。毎回 660% の物理ダメージを与え、さらに自身筋力値 ×8 のダメージが加算される。防御無視で回心攻撃可能ですというところですね。で、筋力値ダメージあります。で、撃破後攻撃対象を再選択。まあこれ集中攻撃なので、撃破したら変わっていくというところですね。攻撃はそこで止まりませんよということです。で、毎回攻撃前自身の残り HP パーセンテージが敵より高い場合ダメージが倍になります。ダメージ倍あります。で、攻撃時回心率が 30% から 60% 増加、回心率増加もあるのでクリティカル出やすいですっていう時点で、まあ、利子には向かないかなって感じはしますね。で、敵の残り HP パーセンテージが低いほど、回心率増加が高くなると。で、回心攻撃が発生した場合、自身がそのダメージ 100% の HP を回復。まあ、今一番強い、回心攻撃でのダメージ回復ですね。HP 回復かな。まあ、これ持ってますと。で、すべての攻撃後、4ターンの間、味方6名を攻撃、整合状態にさせると。まあ、これ、神髄共鳴スキルの仲間のバフとなりますので、詳しくはヘルプ見ていただければいいかなと思います。まあ、神髄共鳴スキルの仲間ですよということですね。まあ、一応、整合バフ1個持ってるのは大きいかなと思います。まあ、これでね、他の整合バフを守ったりすることも、まあ、できはしますし、うん、まあ、そういう意味でのっていうのもありますね。うん、まあ、もちろん、神髄共鳴スキルとしての活躍も、まあ、見込めますというところで、まあ、スキル1は意外と最近の強い子たちの中ではシンプルめかなと思います。ただダメージ倍もクリティカルも両方取れる可能性があるっていうのは一番火力が伸びるパターンなので、それは大きいかなとは思いますね。しかも7回攻撃っていうところにはなります。ただ集中攻撃なんでね、まあ、これ集中攻撃によることによっていいこともあるし悪いこともあるっていうところにはなりますかね。で、スキルの2番目、敵を6回攻撃しっていうとこなんで、これランダム6回攻撃ですね。で、毎回 700% の物理ダメージを与え、さらに自身筋力値 ×8 のダメージが加算されると。うん、まあ、これが 700% 許されるなら、スキル1も 700% でも良かったんではないかなと思うんですが、そのマイナス 40% はね、どの理論から来たのかなってちょっと気になりますよね。で、こちらが筋力値 ×8 が防御無視で回心攻撃可能ですね。で、残り HP パーセンテージが自身以下の敵が1名多いごとに攻撃回数が1回増加、最大6回増加可能というところで、またこれもね、ちょっと取りづらいというか、なんか最大値を取りづらいって言えばいいのかな。まあ、取りやすいのは取りやすいんですけど、最大値が取りづらい条件かなって感じがしますね。自分より HP が低い敵が1名多いごとに最大6回なの で、相手も場に6名しか、まあ、最大出てこないって考えると、相手が6人並んでて全員自分より HP が低い場合にこの最大6回攻撃が、まあ、増加されるっていうことなので、まあ普通に考えたらちょっと最大値は取りにくいかなと。まあ1回や2回増やすぐらいはね、取りやすいのかなと思いますけど、これ最大値はなかなか難しい感じがしますね。しかもスキル2なんで調整が効かないっていうところも、まあ、ちょっとあれかなという感じがします。で、毎回攻撃前自身の筋力値が敵より高い場合ダメージが倍になりますと。まあこれ筋力値勝負なんで、まあ、比較的取りやすいかなといったところ。ただ武将と戦うときはこれはもう育成勝負になりますんで、育成値しっかり上げてもらう、または宝石とかね、レベル高い宝石をしっかりつけてもらうっていう形にはなるかなと思います。でもダメージ倍ありますよと。で、自身の残り HP パーセンテージが敵より高い場合、さらに自身攻撃力 50% のダメージが加算されるということで、攻撃力ダメージもありますね。防御無視ダメージあります。で、条件としては自分の残り HP が敵より高い場合、まあ、なんかこの条件この子多いですね。うん、HP が関係する条件がすごい多い気がします。うん、まあ、ここはね、本当状況により取れたり取れなかったりするので、なかなか難しい条件かなとは思いますね。
で、自身の残り HP が敵より高い場合、さらに自身これは読んだので、同じ敵を再度攻撃する場合、100% の確率で敵の有益状態と生後状態をそれぞれ1つ解除。生後状態の解除ありますと。ただ同じ敵を再度攻撃する場合で、しかもこの攻撃がランダム6回連撃攻撃ってなるので、狙って生後解除っていうのはちょっと厳しいのかなと。ただそれぞれ一つ解除なので、まあ有益状態と生後状態どっちかってわけではなくて、どっちも一個解除っていうことですね。まあそれはいいのかなと。ただ同じ敵を再度攻撃するっていうのはなかなかね、運要素絡んできてるかなと思います。でそのダメージ 100% の HP 回復しま、自身の残り HP が 50% より低い場合、そのダメージ 100% の HP を回復しますということで、まあこれはそこまで強い回復方法ではないかなと思いますね。まあただ回復はないよりはもちろんあった方がいいので、まあこれはまあ良しとしましょう。で全ての攻撃後4ターンの間、味方6名をよなぎ生後状態にさせるということで、まあこれも神髄共鳴スキルの仲間となります。まあ詳しくはヘルプを見てもらえればいいのかなと思います。まあこう攻撃とね、まあ効果は違いますけど、まあ、どっちも神髄共鳴スキルの仲間のバフですよということで、共通認識でお願いいたしますということで、まあなんかパッと見た感じ、まあダメージ倍とクリティカルが出やすいスキル1ですね。まあ両方取れればまあ普通に強い攻撃にはなるんですが、スキル2がね、まあダメージ倍だけになるのかな、になるので、まあクリティカルはこっちはついてませんよと。まあその代わり生後状態の解除、まあ条件付きでありますし、攻撃力ダメージ防御無視もあるし、筋力値ダメージ防御無視もありますよと、こういうところ、あとは最大攻撃回数がまあ増える可能性がありますよというところをですね、まあこれもシンプルに殴ってくるタイプなのかなと思います。まあ、ただちょっと利子には向かなかったなって、今注目しているのはこれ利子に向いているかどうかっていう副賞が出ていつ出てくるのかっていうところになってますんで、みんなの注目度がね、なのでまあ今回送り主に関してはまあちょっとそこには向いてないかなと。ただ決して弱くはないですし、強いけれどもっていう感じですね。はい、ということで、まずはこちらですね、前半の動画ということで、送り主のスキル解説の動画やらせていただきました。まあ確かに、強いのは強いんですけど、今みんなが求めているものではなかったかなという感じの副賞かなと、そんな感じがしますね。まああと、まあさっきも言いましたが、一番の懸念材料であるダメージカットが 50% っていうところですね。まあしっかり致命傷無視はついているのはすごくいいんですけど、これダメージカット 50% がどうなるかっていうところですね。まあここがちょっと引っかかるかなと、僕はそんな気がしました。アクティブスキルは決して弱くはないですし、ダメージ倍もクリティカルも取れるようなスキル1ついてますんで、火力は出ると思います。でスキルにもなかなかね、回数増えたりとかダメージ倍とかもあって面白いので、まあこの子自体は決して弱くはないんですが、今みんなが求めてるものではなかったなって感じがしましたね。はい、ということでここまでお送りしたのはデフでした。後半のスキルじゃないね、後半の送り主評価編の動画に続きます。